皆さんこんにちは。今回もマインクラフトやっていきます。今回は、あるモブが落とす武器を取りに行こうと思いますよ。というわけで早速探しにレッツゴー。もうかれこれ10分ぐらい探してるんですけどね。きっと恥ずかしがりの人なんですね。わかります。とか言ってたらあそこにいましたね。あいつが目当ての敵です。リーパーという敵です。早速喧嘩を売りに行きましょう。体力が80もあるちょっとヤバいやつですね。薬でドーピングしてるのかな？まさかの瞬間移動持ちですか。しかもエンダー先輩と違って攻撃が当たらないだと。敵の攻撃痛すぎて苦笑いしか出ません。これ絶対長くなるやつや。ちょっとこれはあれですね。相手を倒す前にこっちが死ぬタイプや。まだ相手も体力20もあるし。これは一旦退散して装備整えましょう。ワープでここまでびっくりしたことないわ。危ねえ、真後ろだった。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。言ってた。取りに行かなきゃな。お、あったあった。なんでまだいるんですかねー。なんか他の敵もいるくないですか。ちょっとこれはやばいんじゃ。ちょっと落ち着いて話でもしませんかね。アホくさー。マジなんなんですかねー。こいつもまだいるんですかい。ちょ。一体じゃないぞあれ。うわー、家に帰ってきやがったー。いやいやいや、それは反則でしょー。それは作動が的にはいいかもしれないけどさ。お、倒したかな。とりあえずこの紫のやつ回収しないと。いやーびっくりしたなー。早く取りに行かないとロストしてしまう。ふう、どうやら外にもいないみたいね。とか言ってたら紫のやつに触れてしまった。ネザーって怖いわー。うわ、思いっきりあそこにいるし、それは。まさかまだいた感じですかい。落ち着け。倒せるはずさ。精神を統一して。これはひどい。マジもう許さねえからな。絶対八つ咲きにしてやるわ。と言っても当たらなきゃ意味ないしな。やっぱりきついっすねー。もうちょいで倒せそう。お、倒せた。でも武器を落とさない。腹が裂けそう。というわけで取れるまでカットしまする。もうかれこれ何分以上倒し続けてるのだろうか。さすがに頭痛くなってきたわ。はい、落とさない。あそこのやつも倒しに行こう。あれー、ついに落としたー。いやー、ここまで長かったですねー。やっと落としてくれた。この嬉しさをどう伝えようか。お金持ってない時に天から1万円札が落ちてくるのと同じくらい嬉しいですね。ええー。まさかの2連続ドロップを達成。これでダンジョン攻略が楽になりますねー。そういえばこのシリーズの略称って何かいいのありますかね。ちょっと考えてるんですけどわからなくて、よければコメント欄でいいアイデア出していただけると嬉しいです。今ドロップした武器はなんと攻撃力10にもあります。そしてもう一つ特殊な効果があります。こうやって右クリックをすると。はい、このようにワープができるようになります。しかもワープした地点が爆発するので敵にダメージも入ります。めっちゃ強いですね。あ、やべえ。思いっきりゾンビグにダメージ食らわせてしまった。ふう、危なかった。はい、というわけで今回はここら辺で終わらせていただきます。ここまでご視聴していただきありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。今日私喋ってないんだが。